ですね、もう見てくれて ありがとうございます。じゃあ、はい、おじさんがいるな。え？おじさんがいるな。これで見えてない。よし。クラすげえ強い。めっちゃ今日強いです。クラな。ちょっと弱める？うん、ジャックにしたいんじゃん。これで見えちゃう。下げる。ヨウさんの顔が。めっちゃ縦にしたら。そう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 。あれ村上工業じゃない。どう？あ、変わってます。あ、その次じゃないですか。その次？あ、違う。変わってます、変わってます。あ、そう。わ、リズムが狂う。うわそんな。あれ、はい、20秒前です。いや、俺喋るから大丈夫。やばい、興味あった。なんでか。あ、大丈夫だ、大丈夫。10秒前、うん、よし、3、2、今日でギノガルフが始まってちょうど1年ということで、まあ、52回目を迎えることになりました。まあ、これもね、本当にスポンサーの方々、そして、いつも聞いてるリスナーの皆様のおかげで、今日までやってこれたのかなと終わっております。本当に1年間どうもありがとうございました。ありがとうございます、ね。まあ、これをもちまして、ギノガルフてなことにはならないよ。てなことにはならないからね。まだまだやるよということで、ギノガルフ2年目スタートです。ギノガルフ。皆さんこんばんは、神田邦弘です。こんばんは、伊波優作です。こんばんは、 OBP 沖縄美少女プロジェクトの優子です。さあ、始まりましたギノガルフ、はい、ということで、オープニング動画初めて、はい、僕が神田邦弘が担当しましたけれども、はい、オープニングでも言った通り、今日でギノガルフ1周年です。やったいやー、早い、やりましたね、神田さん。やっちゃいましたね。そもそも、うん、なんかコミュニティで緩い番組やりたいなっていうことをつぶやいたら、うん、はい、ここのスタッフが反応してくれて、はい、その3日後にはもう打ち合わせに入るというね。信じられないペースで急ピッチでやりやったしますよね。進んでいきましたね。まあ、そうしましたら僕一人じゃ、うん、ね、なかなかこう難しいんじゃないかということで、はい、前々からいつかやろうぜって言ってた伊波優作さんに声をかけて、はい、私ですね、はい、はい、私ですね。で、伊波さんと第1回、うん、じゃあ第0回ですよ、ね、タイトルも決まってないですね、うん、そうそう、緊急特番で、うん、ちょっとここでね、放送しまして、うん、そこでそのギノガルフという名前の候補が出てきて、はいはい、で、その次の週ギノガルフスタートした時に、うん、優子がはい、やってきたわけだ。1回目からゆうこちゃんが来てよかった。いやいや、ありがとうございます、ねね。今日ちょっと伊波さんを迎えて一緒に来たんですけど、はい、車の中でも本当にゆうこでよかったなっていう話を、ありがとうございます、ずっとしてましたね、うん、なので今日はちょっといろいろこのギノガルフ1年振り返りながら、ね、はい、進めていこうかなと思っておりますが、はい、まあ、じゃあ伊波さんもちょっとどうですか、はい、軽く振り返って。いや、1年まず早いっすね。早いね、早い、うん、早いなっていうのがまず感想のと、おお、それはそうね、それはそうだよ、それだけじゃないはず。それでね、やっぱりね、うん、やっぱゆうこちゃんがいてよかったなっ。それ言ったな、さっき言ったな。いや、ゆうこちゃんいなかったら2ヶ月もたなかったなっていうのがあって、
本当にね、まあ、いろんなことを、うんまあ、やってきたけど1年って結構長い感じで、うんまあ、毎週ねいろいろコーナーやってきたけど、うん、なんか何一つなんか、まあ、毎週楽しかったっていう思い出はあるんですけど、うん、どれも一つなんかね、うん、これっていう放送回がないなっていうのが今正直の確かに、はい、この回は掴んだみたいなのがないなっていうのが正直な、まあ、そんなのないわけでね、まあ、お尻クラッカー1回ぐらいかな。確かにそうかもしれない。でも楽しいっすよね。すよ毎週火曜日来るのは一応楽しみっていうのは、まあ、正直本当に毎週楽しみで、はい、よかったですね。で、ゆうこはどうですか。そうですね、最初、まあね、お声をかけていただいた時に、うん、あのかなさんが、ね、スポーツの番組ね、スポーツ番組やってるじゃないですか、うんうん、だから、うん、なんかスポーツの番組をやるみたいな聞かされてたんですよ。なるほど、最初はそうあのね、これも今日話そう ね、いろいろなるほどな、ちょっとそんな感じのがちょっとあったので、うん、歪曲して伝わってて変な緊張があって、で違うよってはあの放送前から聞いてたんですけど、やっぱ最初の頃は、うん、あのお二人と会うのも初めてでしたし、やっぱ男性の中で女子一人、うん、一応まあ男みたいなもんですけど私もなんかね、いやいや変に緊張してあーって固まってた時期を今思うとなんか笑えますね。なんであんな緊張してたんだろうじゃないですけど、ね、もっとこう柔らかく言ってよかったし、はいはい、本当にワイ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 やってて毎回毎回楽しかったなと思って楽しかったなと思って本当にやっぱり終わるみたいな感じ終わるみたいな感じ、ね、違いますけど、うんうん、でお母さんもねほぼ前回聞いてるので、ラジオなんで、やっぱカンナさんはすごいねとかこういうことをイハさんがわーってわちゃわちゃしててもやっぱカンナさんまとめるねとか毎回このイハさん、うんすごいねみたいなあの間とかあの返事がすごいよねとか、まああれは屋さんしかできないんでね、ね、そういう話をしたりだとかしてて、本当に家に帰ってもいつもワイワイ楽しく火曜日は過ごせてますね。お母さん、お母さん聞いてますか。お母さん本当にね、いい子に育ててくれてありがとうございます。ゆうこはいい子ですよ。いい子ですよ、本当にやったあの今ちょっと話出ましたけど、僕がその番組やりたいときに一人その女性を入れたいってなったときに、はい、そうだからスポーツの番組やるっていうのが何か知らないけど勝手に進んでって勝手に、そう、なるほどな。そしたら、いや、一人キックボクシングをやっている人がいるえ、ああ、その、あ、そうなのね、その紹介した人、もう敵人だと、敵役だということで、その話をした10秒後にもう事務所に電話かけてたんですよ、その場でしたよね、その人が言ってましたよね。そうそう、あのメイクマンの CM と琉球ドラストの方なんですけど、そう、そこであの、グルちゃんっていうね、はいはいはい、も撮ってるので同じその事務所にいると、うんうん、デネ&インディにいると、はい、いうことでその紹介であったんですけどね。まあでも何も関係ないけどなって思いながらそうよね、もうガンガン進めていくんで、そういう時ってその流れに乗っかった方がいい時あるじゃないですか。乗っかっちゃうって自分も思っちゃいましたもんね。わかんないけどできるって言っとけば、うん、始まっちゃえば、番組が始まっちゃえばどうにかなると思ってて、でこれ伊賀さん分かると思うんですけど、まあ、放送って大体回数ある程度重ねながら出来上がっていくじゃないですか。はいはいはい、そう、最初ってもう見切り発車が多いじゃないですか、うんうん、まさにそんな感じだったんですけど、うん、まあある程度からそのなんですか、番組の流れだったり構成もしっかりしてきましたけど、はい、今日はあれでしょ、ちょっと振り返るんでしょ、いろいろ今日はそうですね、いろいろ振り返りながら、うんまあ、基本、まあ、コーナーとか設けずに、うん、全部フリートークで、そうなんですよ。なので、はい、今日は久しぶりに、今ラジオを聞いてる方、まあ、ツイキャスをね、ご覧いただいてる方、ユーストリームご覧いただいてる方からメッセージもそうなんです、はい、ぜひ送っていただきたいなと思っております。アドレスすべて小文字でギノアットマーク fmgino1.com ギノ GINO アットマーク fmgino1.com、こちらまで、どしどしお送りください。よろしくお願いいたします。この1週間は何か喋りたいことがあればぜひ、はい、僕は大丈夫です僕は振り返りたいので。そうですね、僕はまあ日曜日に息子と娘の運動会があったっていう、すごい、ね、面白かったっていうぐらいいやでもね、大変ですね、大変ですね、うん、やっぱ第1週目目があの関取合戦なんです。ああ、なるほど。朝の7時にお父さんの、ね、お父さんたちの第1種目がある、ね、いや結構並んでて、うん、本当にマラソンのスタートかのように門が開いたらみんなバーッと走り出して、あの福男みたいな感じになるんだ。そうみんな走り出してもう場所を取るんですよ、へー、まあ、僕ちょっとね初心者でもないけど、はい、去年行けなかったんで運動会が、うん、
それで、まあ、今年こそあってちょっと意気込んでたけど、やっぱ僕よりももっと熱の入ったお父様、お母様たちがいっぱいいて、うん、あ、なかなかやっぱすごいな、やっぱって思いましたね。なるほどね。じゃあ僕一つだけ簡単に、はい、昨日那覇おつな引き祭り行きまして、うん、でちょっと迷子コーナーのところにいたんですよ、はい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 、やっぱりいるわけですよ、迷子になって連れてくるね、うん、子供たちがもう様々です。迷子に慣れてる子あ、慣れてる子もいるんだ。ガン泣きで来る子、うん、様々なんですけど、あ、まあね、その事情がいろいろあると思うんですけど、はい、あのお父さんお母さん、うん、まあ、来て、うん、1回目怒るんですよ、やっぱり。あーねー、それがね、もうあんたどこ行ってたのみたいな、うん、いや本人もだいぶ心配してたね、怖かったはずだから、そうそうそう、まあまあ怒らないでほしいなと思いながら、まあ、でもどういう過程でそうなったか分かんないんで、はいはいはい、あまり強くは言えなかったですけどね。あとは落とし物が多い。やっぱそうなんですね。多いですね。携帯とか、傘とか、指輪なかったですかとか、そういうのがあって、で携帯落ちてましたって来るんですけど、うん、どうしようもないじゃないですか。まあそうですね、確かに。まあね、確かに、一応本部席で預かってますみたいな、でかかってきて取ったら、学生で、で僕ビアパラにいたんですよ、オリオンビアパラダイスのところに、あそこって未成年が入れないので、取りに来てくださいって来たら、もう一回かかってきて、すいません入れませんって、僕結局持って行きましたから、ね、これですよねって中学生でしたね。しかもそういう仕事じゃないんですよ、僕、たまたまいたから、もうみんな忙しそうだったからいいかと思ってやりましたけど、いや、いいことしたじゃないですか、ね、まあでもね、そういう、まあ、みんな楽しそうなあの会場で、はい、あのとりあえず物見つかってよかったなと。携帯とかね、財布とかなくしたらもう本当にへこみますから ね、 うね。もう今迷子って言って思い出したんですけど、その運動会で人いっぱいいるんですよ、はい、で、まあ嫁とね一緒に行動するじゃないですか、次はあの娘が出るとかって、はい、で嫁と思ってついていったら全然違うお母さんだったっていう、びっくり、ビビりびっくりするね、泣きそうなりも、これはびっくりするね、急にはぐれたって運動場で、うん、かわいい。デパートとかで昔あったやつですね、これね。自分一でも行かなかったですもん、うん、なんで、どういうこと？恥ずかしくて、うん、このお母さんに怒られるってよりかは、このお兄ちゃんとかお姉ちゃんにバカにされるって思っちゃって、この館内放送された時に、うん、それがもう絶対に嫌で、うん、あのチャタンジャスコの1階の靴コーナーのソファーにずっと一人でこうやって座って、うん、ずっと動かないで、うん、そしたら10分15分後ぐらいにお母さんが見つけて、うん、あーみたいな、なんで放送すればいいのにみたいな。そうか、俺は逆にお母さん呼び出してた。そういう子もいるでしょ。はい、あ、いや、こっちは迷子じゃないよ、そうそうそう、あっちの方が迷子だよみたいな。お母さんがいなくなりましてね、みたいな。嫌だ、小学生だな。幼稚園生。あ、幼稚園生。幼稚園生だ。確かに。で、今呼び出したから、うん、正面玄関で待っててねって言われたんだけど、うん、幼稚園生だから正面玄関がわからないの、うんうん。俺はどこに行けばいいんだろうつって、あたふたしてるところをお母さんが見つけてくれるっていうのがありましたね。やっぱちょっとプライドは高かったのかな、じゃあ。わかんないけど、いや違うね、そういうなんか人と接して放送するみたいのがちょっと楽しかったの、うんうん、あ、なるほどね、遊びの一つだったみたいな。そうそうそう。じゃあゆうこ行きましょうか。あ、はい、私も土曜日に、RBC さんの市民フェスティバルですね、あ、見た見た、大船引き祭りの、あ、聞いてた聞いてた、はい、ステージに立たせてもらって、うん、まあ、パフォーマンスしたんですけど、その時にですね、パフォーマンス後に、まあ、いろいろインタビューがあって、吉見大賀さんが、うん、まあね、OBP のリーダーゆうこちゃんはしっかりしててって話を振ってくれて、うんうん、ありがとうございますって前にも特番出させてもらったので、うん、そうだね、そしたら、ね、ゆうこちゃんのお母さんが歌う子守歌が、ね、すごくあの個性的だということでっていきなり振られてびっくりしたんですよ、私。あれ、よしみさんこの話知ってたっけなと思って、うんうんうん、で、まあね、あの例のやつ歌うじゃないですか、ちょっと歌いますね、うんうん、どんなだっけ、どんなだっけ、ちょっと BGM ちょっと下げて、軽く子守歌ね、ゆうこちゃんのお母さん、はい、お願いします、お母さんの歌、子守歌、はい、あーゆっぴーゆっぴーゆっぴーあーゆっぴーゆっぴーゆっぴーあーゆっぴーって、まあ、こういうねエンドレスのものなんですけど歌わされてこれを俺 RBC アイラジオで聞くと思わなかったから、自分も歌うと思わなくて移動中に笑ってしまった、聞けました、僕もラジコで聞けました。で、終わった後になんでなんでって言ったら、うん、まあ、マネージャーさんが、うん、いや絶対イハさんだと思うみたいな、うん、なるほど、絶対イハさんが言ってよって言ったらね、ちょっとちょうど始まる前になんか、まあ、ね、そう、あのタイガの方から、うん、清水アナの方からなんか情報ないって言って前日にちょっと来たんで、あ、一緒にやってるって知ってたからね、はい、そうそうそう、ちょっとねその時なんか飲んでたんですよ、うん、僕で LINE で送る、うん、まあ送るんですけど、うん、まあまさか結構数送ったんですよ、はい、情報を、うんうん、まさかあの子守歌がチョイスされるとは思いもしなかったですね。なるほどね、まあ、あの時間的に聞くのは一つだけなので、うん、それをチョイスしたってことですね、うん、
もうお母さんが家で聞いて叫んでました。なるほど。もうやだーみたいな、もうなんでもうやだーお母さんも OBP の一員みたいな本当に感じですもんね。本当やだってずっと言ってダーウィンの次に皆さんね、こうやって聞いてくれるんですよ。最後の歌ですから、OBP の。そうだね。OBP の鳥の歌が。鳥の歌、ゆぴゆぴゆぴ。いやいいですね。ある意味伝説ですよね。いやまあでも良、うん、かったですね、うん、本当に楽しかったです。会場も盛り上がったみたいで、はい、すごくいっぱい来てくれて、うんうん、はい、さあ、じゃあここからツイキャスいきましょうか、はい、たくさん今日もいただいておりますね。ありがとうございます。どっからだこれは、どっから、こっからかです、ね、はい、参りましょうか。矢さん大丈夫ですか、ではいきます。たっけさんこんばんは、大谷翔平です。違うだろ優しい、はい、カラスモリティアラさんこんばんは、ハイチですなことない、はい、たけさん1周年おめでとうございます。ありがとうございます。カラスモリティアラさんもおめでとうございます。ありがとうございます。シャさんからも2年目おめでとうございます。ありがとうございます。ホワイティニジアラさんこんばんは、昨日は初のハイボールデビューでベロっちゃいました、2周年おめでとうございます。ありがとうございます。1周年です、1周年目に入るということですね。一発ユーミンさんこんばんは、祝1周年ありがとうございます。はい、沖縄チュールさんこんばんは、村村村、愛媛の村上工業です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、2年目突入おめでとうございます。ありがとうございます。どこのピアさん、ギノガル1周年おめでとうございます、うん、ワイルネットの心を持つドクピーです。ゆうこちゃんこの間は声かけてもらってありがしたと、そうお祭りの時来てくれて、あ、そうなんだ、声かけていただいて、あーって初めて、ありがとうございました。どこのピアスですと、はい、つよぽんさんこんばんは、このまま126周年まで突っ走ってください、小野寺明よりありがとうございます。もうありがとうございますだけで126周年、はい、ファン残天貴重さん、ほぼ毎回見に来てるので感無量です。そうだろうね、 ありがとう貴重さん。いや違う、これ特にもうこの高校になってからもうあれですよ、セットじゃないですけど、まあそうですね、我々も同じチームですから、レギュラーですね、まあ、チーム、3人はもうチームですからね一人いないともう落ち着かないですからね、うん、はい、ジェットインコアチさん、こんばんは、今日は腕毛にテントウムシが絡まっていたので戯れてましたあれ沖縄の人みたいな、あ、ね、あ1周年おめでとうございます。あだます、あだます、あだます、はい、人生送りパントさん、はい、バントさん、バントさんでいいのか、はい、赤い女性の中坂ひろみさんに見えましたと。あら、お、私ですか、はい、初めて言われた、ありがとうございます、はい、サウルお兄さん、こんばんは、今日はギノガルフ1周年記念ということで大ナマズと戦っています。何の話をしてるんですか、何の話大変だこれ、うん、はい、ありがとうございますハイチ、はいはい、逆転したの、サッカーですよね、サッカー、いやいや、今日さっきあったでしょ、あらまあ、そうそう、ハイチですって、日本代表と親善試合か、うん、そうそうっていうことなんですけれども、はい、あとは、サブさんも1周年おめでとうございます、ありがとうございます、あと進撃のめいちゃんさんも、カンナさんの奥様が頑張ってましたね、そうそう、迷子のお知らせをやってたんで、僕、はいはい、そこに行ったんですよ、うんうんうん、おそうそうそう、そういうことでした、はい、15分目の男さん1周年、あ、周年、執念ファイヤーいろんな字があるんですね、はい、カラスモリティアラさんいつか観覧に行きたいです、はい、ぜひぜひ待ってますね、お待ちしてますよ、もう埼玉ですね、覚えましたよ、マナミンさんおはおはです、おはおはです、おはおはです、はい、タッケさん3対2逆転されたの、あら今日圧勝っていうね予定だったんですけどね、マジか、はい、ということで、はい、じゃあここからはいつも通り宮平、はい、イエーイ、東京さんね、お茶、本当にぎゅうぎゅうがいろいろある中、お茶を、他の番組でなかなか紹介しないお茶を、今日はまず僕と優子で乾杯したいと思います。じゃあいただきます、はい、いただきます、おめでとうございます、はい、1周年、はい、お茶、さっぱり、本当にすっきり、お茶、皆さんもお茶で、なんで今日、あ、そう、皆さんも乾杯、お茶、はい、お茶、ツイキャス皆さん、お茶、お茶お茶してください、お茶お茶してください、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、お茶送ってくださいね。今日ね、岩さんがなんで乾杯してないかと言いますと、はい、岩さん実はね、今日ね、うん、
飲んでるんです。へえ、2周年だから。1周年だからですよ。1周年だから飲んでます。普段はないですよこういうこと。すみませんね。ちょっと今日特別にちょっとお祝い事なので、ね、はい。なのではい、僕と優子でしっかり進めていきますので、はい、イヤさんはまたお酒の入ったイヤさんをぜひ今日は結構もう行ってますもんね。見ていただき、2本目3本目です。はやっ、その前よ。マジでだからイヤさんはちょっと今日は楽しいと思います。すみません、ちょっと英霊ね、ちょっと汚いお見苦しいところをお見せすることになるかもしれませんが、グッドフィールドグループの紹介も優子だし、はい、進行も僕なんで、はいはい、そのあたりはしっかりやっていきますんでね。はい、はい、じゃあ皆さん今日はメッセージもぜひ送ってきてください。お待ちしております、はい、ではゲノガル進めていきましょう。この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業の提供でお送りします。違う、なんか UPUP チョイスがです。チョイスがね、びっくりした、本当にびっくりした。 UPUP なんて、うん、ずっと UPUP だったっけ。ずっと UPUP で、うん、なーに、え、吉見さんと思って、うん、この会場で言おうと思って振られたらやるしかないから行きますって言っても、まあ、MC もバカずなので、うん、あいつもいろいろ重ねていけばもっといろいろね。なんでかな、もすごい爽やかだなと思いましたね。やっぱ笑顔が素敵、うん、あ、眩しいじゃないけど、ミキトリーさんとも初めてましてで、ね、あ、そうなんだ、うん、へぇ、ミキトリーさんと花さん、飲んでるのイヤさんだけね、うん、はい、皆さん乾杯。乾杯。5秒前、はい、3、2。おふくろさん、宝物やごちそうを並べて酒盛りの真っ最中でホラー映画ですよ、ただのね。ギノガルフ、さあギノガルフお届けしています。ではここで、グッドフィールドグループからのお知らせです。ゆうこお願いします、はい、今日はアガット沖縄アウトレットモールアシビナー店をご紹介します。アガット沖縄アウトレットモールアシビナー店はアガット、ノジェス、ベルシオラのファッションジュエリーをはじめ、ブライダルリング、時計、雑貨などを幅広く取り扱っております。現在10月15日までアシビナーメンバーズフェアを開催しており、税抜き1万円以上ご購入でアシビナーカードを提示すると 5% オフになります。アガットが得意とするカラーストーンやベーシックなダイヤシリーズで秋の衣替えにもおすすめです。そしてアガット沖縄限定ピアスが完売間近となっております。沖縄の伝統文化である琉球泡ガラスを使用し、沖縄の綺麗な海を感じさせるブルーの海かじ、沖縄の太陽を感じさせるイエローのティーダ、沖縄の自然を感じさせるグリーン緑の3色展開となっており、揺れるデザインに仕上げたことで女性らしさを演出してくれるピアスになっています。また一つ一つ職人が心を込め仕上げた琉球泡ガラスは、それぞれ色味や形に同じものがなく、自身に合う色味や形を選んで楽しむこともでき、プレゼントにもおすすめです。ぜひこの機会にアガット沖縄アウトレットモールアシビナー店へお越しくださいませ。スタッフ一同心よりお待ちしております。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。はい、ということで、はい、今日はアガット沖縄アウトレットモールアシビナー店、はい、ご紹介いたしました。ね、はい、写真もまずもう少し入りましょう。ツイキャスからじゃあ先に見せます。はい、あ、いいですね、はい。まあ、アガット外観はお店はこういう風になっております、うん、はい。そしてあ、いいですね、はい、アクセサリーも、ジュエリーです ね、 ね、まあ、こちらも豊富ですよね、はい。で続いて、はい、これちょっとアップ目に行こうかな。もうちょい上ですね。で上のうちですね。もうちょいこっちですね。中で、はいはいはい、はい、あ、これかな。はい、そうですね。上がった沖縄限定ピアス、うん、はい、これがね、まあ可愛い。そう。そして綺麗。うん、
実はこれを作る過程といいますか、うん、その話も僕いろいろ聞いたんですけど、はい、本当にいろんな思いが込められた、作品になってて、うん、でここ沖縄ならではのものですので、そうですね、限定、商品沖縄限定ピアスがもう完売間近、そりゃそうですよ、うん、いやこれはね、身につけてたら本当に目立ちますし、そうです、プレゼントにもいいですけど、うん、やっぱ私たちのこの沖縄に住んでる人がつけることでもっとね映えるというか、うん、すごくいいなと思います。私も大好きです、ね、この泡ガラスがすごく、いい感じなんですよね。なのでちょっとまだチェックしてないという方は限定ですので、はい、早めに、実際ご自身の目で見ていただければなと思います、うん、でもう一ついきましょう。はい、あーいいですね、時計ですね、時計もこういうのもいいんだよな。お、もうなんかつけてるだけで上品ですよね。やっぱりね、ちょっと何をあげようか、うん、特別な時に、はい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 、何をこうあげたらいいのかな。ごめんなさい、もう一歩だけうちに入りましょうか。そうそうそう、はい、そう悩む時に、うん、ぜひアシビナーに行った際は、アガット沖縄アウトレットモールアシビナー店に、はい、ぜひ行っていただきたいなと思います。そこでね、自分の目で見て、そして、素敵な商品いろいろゲットしていただければなと思っております。はい、何度も言いますけど、そのアガット沖縄限定ピアス完売間近ですのでね、まずそちらの方も早めにぜひゲットしてください。はい、以上グッドフィールドグループからのお知らせでした。はい、マナミンさん、ピアスの右の2つめっちゃ可愛いということ、はい、ねこのギノガルフの、うん、はい、ツイッターもしくは僕のインスタなどにもね以前上げておりますので、よろしければもう少しまた鮮明な画像で見ることができると思います、はい、チェックしてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、さ、ということで、はい、あ、日本追いついた。おお、そうですか、あ、すごいですね。じゃあ今日3対3バンバン入ってる感じの試合なんですね。ね、3対3 今日なんか圧勝するっていう話だったんですけどね。あらまあ、はい、さあここからは、はい、もういろいろこの1年を振り返ろうじゃないかと、はい、いうことです。はい、ドクロのピアスさん、おじさん用ピアスないっすか。ドクロのピアスさん向きじゃない、ね、奥様にどうですか、うん、ね、いいと思います。はい、はい、ではいきますか、はい、振り返って、はい、はい、まず始まったのが2016年の第0回が10月4日、はい、まあ、この時は僕とカンナさん、まあ、カンナさんがね最初に喋って、うんうん、いや、ドキドキしましたわ、これ。だから、矢さんがその電波で喋るっていうのは本当に10年ぶりぐらいってことでしょ。そうですね、だった喋る人じゃないんでね、そもそもね、そもそもね、たまに見返すんですよ、僕。はいはいはい、あ、そうなんですね。 YouTube とか緊急特番って言うとあれが出てくるんで、はい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 、ギノガルフじゃなくて、はいはい、もう出てきた時の、うん、照れながら出てくる矢さんの感じがめちゃくちゃいいです。自分も最初は出てなかったので、うんうんうん、この次の放送で出るまでは自分はこう見たんですよ、 YouTube で。あー、どういう人なんだろう、どういう感じなんだろうって思って、うん、でその前に一回カンナさんとはお会いしてたので、うん、で矢さんは初めて画面で見るじゃないですか、うんうん、もう出てきた瞬間誰ってなって、もうどうしようって思ってましたもん。誰ってなりますよね、うん、なんかやっぱ怖かったです最初は、うん、喋ってる俺でも誰と思ったもん。出てるの誰と思いましたもん。で、その2回目から、うん、10月11日から、そのギノガルフというタイトルが決定して、はいはい、そして優子が加わった、はい、うん、これ、まあ、本人はもう出るって決まったじゃないですか、はい、例えばそのお母さんとかに話した時どうだったんですか、うん、最初はやっぱりびっくりしてますね、驚いてて、うん、でお母さんもカンナさんのこと知ってたので、うん、カンナさんとやるのみたいな感じ で、うん、でやっぱどうしてもスポーツフォーカルのイメージが強いので、まあね、で私も最初スポーツやると思ってたから、喋、うん、れるのあんた大丈夫みたいな、うん、キックボクシングも今行ってはいるけど最近行けてないさみたいな、うんうん、大丈夫なのっていう状態ではあったのですごく緊張してて、でも結構お母さんがなんかちゃんとやってきなさいよってよりももう何に対しても楽しんでおいでっていうタイプの人なので、うん、もうラジオこの1回目の時も大丈夫で楽しんでおいでねみたいな、行ってらっしゃいみたいな感じで送り出してくれたので、多分、ね、お母さんの方が緊張してたと思うんですけど、ラジオで聞くから結構リラックスしては来れましたね。キックボクシングの話1回でもしました？してないかな。してないんじゃないか。
一回もしてないんじゃない？してないと思う。サーロー兄さん、どんなしてゆこちゃんを抜擢したのってことですけど、そう、うん、ちょっとオープニングでも言ったんですけどね、はい、本当に誰かいないって言ったらすぐ紹介してくれたという、うん、ね、このスポーツができる人、うん、キックボクシングをやってる人っていうことで紹介したんですけど、その話題は一切1年間なかったです ね本当なかったですね2年目はちょっとやっていこうよ、ちょっとキックボクシングのさ、ね、話をさ、うん、月1ぐらいでさおリハさん飲んでる ね え, 笑顔がすごい今日ニコニコしてますね、あいいですね、ニコニコだ。あ、そうだ、その番組がこうやって始まって、うん、まあ初代のあれですよ、だからミキサーロッキーが、またロッキーが独特な感じでね、はい、ちょっと何ですか、昭和な曲が好きと言いますか、うん、カラオケなんかに行ってもね、ブルーライト横浜を歌ったり、うん、車の中でも流れてましたよ、ブルーライト横浜、うん、という感じなんですけれどもね、はい、さあそんな中、わ、ロッキー出てきた。おぉキックボクシングならかろうじて友達を連れてきた時にしてましたよ。はい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 。あー、そっかそっか。あれ、カンナが休みの時ね。休みの時に。はいはいはい、あー、そっかそっか、うん。同じキックボクシングの友達を連れてきた、その時だ。なるほど。さ、友達なんだっけ、美咲。あ、美咲ちゃん。なんかね、美咲ね、うん、今、なんか足骨折してるみたい。なんでよ、なんでよ。わかんないけど。なんでか。なんか滑らして。マジ病院に行かないとほっとらかしてたら、うん、悪化して見せたら骨折だったみたいな。分かる、元気な人ってそうなんだよね治ると思うんだよ、ね、いや、カンナさんにはね、ぜひね、美咲ちゃんと会ったことないからね、会わせたいです ね、 ね、2年目頑張ろう。あ、で、ごめんごめん、その、初代ミキさんのロッキーから、うん、そうそうそう、なんと、はい、今日、おめでとうという差し入れが届いてます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとじゃあ気が利く、はい、ギノガルフ祝放送1周年ということで、はい、後ろにお手紙もついてて、なるほど、ちょっと紹介します。お手紙、お、はい、ギノガルフの皆様、放送開始1周年おめでとうございます。これもひとえに多くのリスナーとスポンサーのおかげだと思います。これからも3人の楽しい放送楽しみにしています。 PS ギノワンということなので、ギノワンにちなんだものを用意したので皆さんでお開けください。 From ロッキー。お、これじゃあゆうこちょっと開けて、はい、ギノワンにちなんだもの、ギノワンにちなんだものってなんだろう、なんだろう、キャンクも知らない、知らない、なんだと思います。え、ギノワンの名産、まあでもその放送紙がジミーだから、そうそうそう、多分大山のジミーなんでしょうね、うんうん、何なんでしょうね。ん、いや、ロッキーもねラジオ好きだからね、うん、なんか他の番組にもメッセージ送ってくれるんで、あ、でもちょっと今日開けにくいみたいです ね、すごい、うん、今日はちょっと開かない、え、ロッキー文句言ってるよまず文句から ね、 ビリビリね、あ、もうガッツリ言っちゃいましょう。FM、 あ、まあ、ギノワンにちなんだこれ、あー、わかった、トロピカルクッキー、トロピー、なるほど、あー、そういうことですか、伝わったよ、ありがとうございます、伝わったよ、ね、あー、みんなギノワンって言ったらタームって来てましたけど、ね、俺もタームかな、ありがとうございます。あとでじゃあね、キャン君も含めちょっとみんなでありがとうございます、ありがとうございます、いただきたいと思います。はい、じゃあ、うん、続けていきましょうか。うん、もう見ながらなんか気になったとこ行きましょう。全部はちょっと無理なんで。そうですね。そうなんですね。うん、52回あるからね。うん、確かに。あ、ちなみに3回目にお尻クラッカーが。うん、あ、そんな早かったか。え、ゆうこちゃんが受けたのかな。あ、私が受けたかな。あ、そっか、そうだな。うんうんうん、あ、そうだよ。ゆうこに知ってほしいこと。あ、でもなんか罰ゲームでもやって、ゆうこちゃんにも。やったと思う。ね。うん、そうだね、うんうん、だっただった、この時メールテーマ募集してるんだよ、3回目。あ、本当だ、このあなたはどんな状況になってお聞いてます、はいはいはい、最初で最後のメールテーマですいや、まあ次の回までかな、ね、あ、次の回まで、あ、そうかそうか、そうだね、やってますけど、うんうんうん、なるほどね、すごい、早っ、ね、ラジオやってたんですね、ラジオやってるね、うん、ミニコーナー、あー、あとはな、ミニコーナーにプレゼン、4回目の放送のプレゼン、うん、ね、本の紹介してて、はい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 、あの時にね、自分の力のなさを知りましたね僕は二人ともうまいんだから、カンナと、ね、ゆうこちゃんのその本の紹介があまりにもうますぎて、うん、ちょっと落ち込んだ回でしたね、うん、本の紹介って最近やってないね、そういえばね、そう、この4回目、まあまあ、そのプレゼンっていうコーナー自体 ね、うん、だから俺が落ち込んだから俺やってないんですよ。いや、さんが落ち込んだから。いや、これ良かったけどね。あ、そう、もう一回じゃあやりましょう。楽しかったと思う。そのタイミングでやりましょう。で、5回目に、うん、ここでモノマネ桃太郎。なるほど。ああ。
出てきたんだ。こんな早いタイミングだったんだ。ってことはおふくろさんのなんてなんて おふくろさんおふくろさんの、うん、ゆうこちゃんの、うん、おふくろさんの誕生がここで生まれたわけなんですね。そうですね。だったか。早い、結構早い段階で、ね、めっちゃ早いですよね、うん、やってみます一応。あ、もう1年経ったからほら、そうですね、クオリティがもう上がってるんじゃないかということですね、うん、じゃあ、1年経った、ゆうこの森進一の真似です、どうぞ。おふくろさんありがとうございましたタイ化してますね寄せていってるところもあるけどね完全に瀬川栄子さんに近くなってます、ありがとうございます。完全にオリジナルになってきてるからな、ね、わかんない、何が間違ってるか自分も。あ、じゃあ森進一の、一応やね、あ、俺できます、うん、おふくろさんよ、おふくろさん、空を見上げみたいな。カンナがだから、モノマネ桃太郎やった時に、うん、全部うまい。そう、全部うまいんですよだから、全然感覚違うと思うんですよ、あのカンナのやってるね、うん、あのポテンションと。ポテンション、ポテンシャルじゃないか。ポテンシャルってなる。ポテンション落ちたよ、なんか。ゆうこさんのポテンション、うん、まあまあそうですね、うん、ポテンシャルと、うんうんうん、違うと思うんですよ、まあ、確かに。結構緊張するんだよね、このモノマネ桃太郎やるって。僕とゆうこちゃんね、うん、なんか何が正解か分かんないからね、うん、分かんないからね、はい、なんか探りたいですよ ね、なんか下手くそなところをちょっと見たいけど ね。あ、でもあれでしょ、僕クレヨンしんちゃんは全然できなかったですよ。でしたっけ。全然できなかった。もう唯一どうしていいか分からなかった。ずっとういーういーういー叫んでるだけみたいな。そう、全然何喋っていいかが分からなかったんでっていうこともありましたね。いろんなのやっていきたいですね、これからも。あとはパッ、あ、7回目、うん、ここか、ゆうこがついに発見したという。あ、まあまあ電気、その時はまだ電気が、トイレの電気をつけずに。あ、そうか、そうそう、まだなんですよ。まだなんですよね。 この辺りからそのギノガルフはあの霜に走っていったという、うん、霜って言い方はないな、トイレトークが結構、トイレトークすごかったですよね。だその時にはあのゆうこちゃんが、うん、ずっと私トイレの電気つけずに用を足してるて、うん、あ、そうかそうか、まだそれか、トイレで、うん、まだそうなんですよ、電気のスイッチの場所がわからないってことか、うんうん、でも聞けないし、このまだね、うん、会ってちょっとしか経ってないし、なんか恥ずかしかったので、うん、とりあえず真っ暗で毎回用を足してたっていうのを、うん、ここでなるほど、カミングアウトしたんですよね、うん、なるほどね。そして11月29日、うん、まあ、肉の日ということで、初めて三崎牛の三崎さん、うん、ね、来てくれたと。お肉のプレゼントもね、エアさんが滑るって情報もありますねあ、そうそうそう、なんかね、うん、なんか滑ったんでしょうね、今書いてますけどね、うん、本末転倒の話をしたかったけど、うん、うまく伝わらず滑るって書いてますね。何の話したんだっけね。いや、覚えてないもんだよね。覚えてないもんね。なんか最終的に、うん、ね、本末転倒だったんですよで締めたと思います。あの時は多分、うん、あの俺もあの初めてなんか、うん、うまく喋ろう喋ろうと思って、うん、いろいろなんかシミュレーションっていうか、うん、やってたんだけど、それが結果的に良くなかったんですよね、うん、そう、伊賀さんのいいところがね、うん、逆に個性が死んじゃってたという。そうなんですよね。なんかね、そうなんですよね、真面目に話そうとしたらね、全然、うん、うまく伝わらなかったっていう、ここも落ち込んだ回でしたね。なるほど。で12月に入って、うん、はい、ココナが、あ、そうですね、はい、この時にココナなんだ、まあ、OBP ゆうこ以外では初めてゲストと、うん、ゲストでということで来てたんですね。え、ゆうこちゃんが意外に天竜のモノマネがうまいこと発見するって感じ。天竜さんって、ああ、うん、あれだ、こんな感じです、なんか、うん、あれなんか天竜源一郎ですって言ってみて。天竜源一郎ですお願いします、天竜源一郎ですあれ、そうだ退化してるな覚えてない。え、でもあれですよね、滑舌がすごい悪い方ですよね。そうそう、それだけは覚えてるけど、うん、ちょっとどんどん行きますか、はい、時間がね、ちょっともうあれなので。あ、そうなんですね、もう、うん、こんな感じで行って大丈夫ですね。だって1枚目だよ、まだ、まだね、全然だよ。ちょっとカナさん、はい、うまく回してよ、ちょっと。うわお、ダメ出してきた。いや、このペースでさ、うん、全部いかんよ。いかん、いかんと思う。カナさんがちょっと回して、なんか先頭切ってやらんと俺たち、ね、な、できんもんな、だって、うん、そうね、うん、じゃあ16回、1月31日、伊波が仕事のため遅刻っていうのがあります、ね
どこピックアップしてる、うん、だからオープニングね、優子と二人でですね、うん、だからあれよかった、また優子、ああ思い出した、そうだね、仕事ね、うん、え、皆さん4本目に入りますさりげなく4本目に入ります、いや、そうだから優子、あれうまかったな、優子が皆さんに話しかけるんだ、あれいないみたいな感じで始まるっていうねあれはよかったですね、覚えてる覚えてる、うん、よかったですね、草がめっちゃ、服にめっちゃ草がついてた時だったね、ああそうかそうか、くっつき虫がいっぱい出てた時だ、ね、なるほどね、 あとは、19回目、これは木山商店のりょうささん、うん、やわらったな、りょうささんが出てた時ね、覚えてるな、ね、心に残ったですね、うん、面白かった、うん、具体的なのが出てこない、でも面白かったよね、面白かった、はい、あ、あ、ディスカさんお久しということで、はい、ありがとうございます、こんばんは、こんばんは、あ、のりさんも一周年おめでとうございますということで、はい、ありがとうございます、あの、そうそう、まあ、りょうささんの前の、うん、カンナさんバレンタインの時に、ね、2月14日、うん、あのカンナさんのバレンタインヒストリーああそうかそうか、うん、ね、やってたじゃないですか、うん、あれ家帰ったら嫁がなんであのコーナーって言ってますなんであのコーナーなんであのコーナーまあまあ尺使ってたけどあのコーナー何っては言ってましたね、あ、いいですね、思い出した、なるほど、確かにな、カンナのただの、 あの恋バナを聞いてるだけっていうコーナーの、ね、うん、さんが行こうって言ったんじゃないですか、ね、でも人の恋バナ聞くの楽しくないです、うん、まあそうですね、俺も楽しいかな、私大好きですね、うん、結構、まあまあだからいろんなのがいいです、うん、毎回毎回ハマるわけじゃない、あとその次のクイズココナちゃん良かったですねあこれやってましたね、うん、答えはってなんだっけって、ね、そう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 、なんだっけゆう子に聞くってい う、 もう私が一番緊張してて、多分、うん、ね、カンナさんとイハさんに、うん、ゆう子がめっちゃしっかりしてる、なんか、うん、いつもだけどすごいゆう子の今日の表情が面白いって言われました、この時、うん、こうなんか子供を見てるような顔だねみたいなここがね、あと何、2枚、あとは2枚目いきましょうか、やっと2枚目いきます、はい、ね、あ、優子の主張、うん、男は全員ヒゲが似合うと思うな、うん、まあまあ衝撃的な、あの時熱すごい入ってましたよね、優子ちゃんの主張 ね、 そうですね、みんながみんな似合うと思うなと、うん、言っちゃってましたね、あ、 あとは3月に美咲さんまた来て、うん、サーロインステーキプレゼントと、うん、キーワードがなぜか塩せんべいっていうのがありましたね、うん、あとは、あ、来てますね、3月28日24回目の放送で、はい、うん、ゆう子がおしっこは一度ジャーッと出すと止まらないっていうネタで盛り上がるこれ未だに自分挑戦してますから、これはやっぱ止まらない、止まらない、止まらないな、止めようとしたとしても、うん、ダメですね、多分立ち上がれない、止めました、じゃあ奇跡的に止まった、止まった、さあ立ってトイレから出ようするのは無理です、やっぱり、うん、もう出し切らないとダメ、出し切らないと絶対立てないと思う、これはごめん、ちょっと飛ばしましたけど、はい、12回目始まって3ヶ月ぐらい経った時に、うん、ゆう子がようやく、FM 機の前に女子トイレがあったことが発覚と12月21日ですね、それまで女子トイレがこの FM 技能案にあるってこと知らなかった、知らなかった、男女共用だと、ずっと男子トイレに入ってたんですよ、ね、私ずっと男子トイレに、男子トイレでジャーって止まらずにずっと出してたっていうすごいですね、そういうことだったんですね、あれ本当にでもびっくりしました、本当びっくりしました、うん、懐かしいな、あ、誰だあ、なるほどな、嘘つきは誰だ、あとは伊波さんがウォシュレットが勝手に出た事件、あ、はいはいはい、トイレの話ばっかりだな、トイレ多いな、トイレ番組だな、これトイレの話多いな、こうやって見ると、ね、本当にトイレしかしてない、うん、トイレしかしてない、あとは4月にあのマリンが、うん、あ、はいはい、来てますね、うん、クイズマリンちゃん懐かしい、やってますね、うん、であとは、あー、どっちが早く鼻こゆるしてくしゃみを出せるか競った、やりましたね、これはダメでしたね、僕は、はい、すごかったな、あれ、まあこれまたやりましょうね、ちょっと、うん、で5月です、うん、大事件がありまして、うん、イハさんがスマホをなくしたというああそう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 、懐かしい、で番組中にあのなくしたと思われるスナックに電話をして聞いてみるが、うん、見つからずと、ね、あの時に、うん、まあまあいいかちょっと、はい、おお、いやいや、何 それ、はい、そういうのを言う、はい、そういうのを言うやつだよ今日は、いや、あの時にね怪我した、うん、あの親指ね転んで怪我してるんですけど、未だにずっと痛いんですよ。
あのね、もう我々は治らないんですよ。 100% 怪我したら 100% には治ることはないんです。5月に怪我してまだ痛いってね、うん、特に筋、あらら、まあ、腱とかはもう治らないんです、うん、本当に、うん、まだ痛いんだ。そうそう、これびっくりするでしょ、うん、そんなもんよ。クリスマスね、あとは何でしょうね、次の週に違反のスマホ見つからずっていうのがありますね、うんうん、結局ね、買ったんですよね、うん、買ったな。いまだに結局もう見つかってないですよね。あのスマホは見つかってないですね。見つかってないんだ、うん、どこ行ったんだろう。6月6日、クーラーが壊れてスタジオの中は扇風機となる。もう地獄でした ね地獄だったな。なかなか暑かったですね。結構長かったですよね、しかもここが開いて外の冷気を入れるっていうシステムが。しかもその扇風機の時、あ、そっか、なるほどな、うん、あ、嘘つき当たり。あれキャン君っていつからだっけ、うん、6月から。6月から、あ、その時扇風機から。6月から実習で入ってきた。1月からも、あの、正式にミキサーということですか、はい、なるほど、じゃあその7月、うん、あ、6月最後だ、うん、自分がプロ野球ツアーでお休み、うん、でそれぞれ2人が心の友を呼ぶということで、うん、伊波さんが、あ、平雪乃さん、あ、平じゃないですね、山田雪乃さん、うん、はい、で優子が友達の美咲、うん、はい、これ、まあ客観的に聞いてましたけど面白かったですね。盛り上がったよね。すごかったですよね。ゆきなさんと美咲も会ってましたもんね。会ってた、ずっと喋ってましたもんね。ずっと喋ってた。俺たちのラジオ聞かずにずっと向こうでも出演する前までずっと喋ってたもんね、うん、また出たいって言ってました美咲は。あ、本当、あ、そう、じゃあなんかの時に出たいってね。あとは、7月18日、はい、山ゆりさんゲスト、うん、山内ゆり子さん来てましたね、うん、もう本当可愛かったです。うん、本当に可愛い。最近ちょっと見えなくなりました。親泊まりさんが、あ、はいはいはい、立ち上がって迎えてましたね。いつもね、ソファー、ね、ソファーとゆっくりガーって、わ、ね、かるわかる、ね、やめりさんが来た時だけ立ち上がって迎えてましたね。やっぱ品があるんでしょうね。なんでなんでしょうね。あの後とかあったりします、やめりさんと。あの瞬間 Q アプリで、あの舞台の放送時に宣伝で一緒になりましたね。かっこよかった。僕今月また出ますよ、Q アプリ。あ、本当ですか。24日火曜日に、はい、山寄さんの会なんで、そこでまた出ますので、会いたいな、はい、よかったら見てください。で続いていきましょうか、はい、3枚目今日ずっとこうなんですね。なんか楽しいっすね、なんかね。いやだから、うん、本当はこんな感じの放送する予定だったじゃん。あ、最初だらだら2人で喋ろうぜみたいな、はいはいはい、うん、しっかり番組になってるから ね、うん、そうですね。あ、ちょっとおい、あ、ごめんごめんごめん、何のチームかどのタイミング、ごめんごめんごめんこれが皆さん伊波さんですから ね、もう分かってると思うけどね。なんじゃこりゃ、はい、うん、3枚目、うん、7月25日僕の誕生日、はい、伊波さんからシーチキン L が5巻送られる。あの箱の ね使われてるって、そうそうそう、えらいなんか大きい段ボールだけど軽いなと思ったら、うん、家にあったもので、うん、一応8巻あったんですけど、うん、3巻は抜いたんですよね。なるほど。なんでだったんでしょうね。皆さんらしいわ。あとその次の週 OBB のリリーが春季を迎え、マネージャーに冷たいというオープニングが盛り上がる。なるほど、こんな前、ね、最近どうですか。最近ちょっと落ち着いてきてるかも。あ、そう、見てる感じ、うん、まあやっぱ冷たいところもあるんですけど、うんうん、前ほどではない感じがするかな。リリもちょっと落ち着いてきたかなっていうのが多分マネージャーさんも分かってるとは思うけど、うんうんうん、大丈夫です最近は。で43回目8月8日放送、うんこ漢字ドリルをきっかけにオープニングでうんこ関係の話で盛り上がるどうしようもない番組です ねやばい。なんだトイレだったり、ね、ほぼトイレとかそういうおしっこがじゃあだったりうんこだね。本当もう小学生小学生が喜ぶ番組ろくなこれ1年振りでろくな番組じゃないな、ねね、しかも絶対そこで必ず盛り上がってる、盛り上がるっていう、ね、トイレの話は盛り上がるっていう、ね、で8月15日にあの舞台のゲストで、うんうん、アリスと、東さんがやってきた、はい、来て5人でスタジオ5人というのは初めてだった、うん、ということですね。そうそうそう、5人でじゃんけんをすると決まらないということが分かったという、すごい勉強になりましたね、はい、あれね、はい、一気にやるとじゃんけん決まらないっていうね、うん、で9月に入って、宮平乳業さんが確かスポンサーにと、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、という感じで、うん、9月12日、はい、盆回りで何かこう変身するという、うんうんうん、
ゆあさんが T シャツ半パンでひげ剃って、うん、でゆうこが、猫耳、ひげを描いてってことでしたっけ、うん、で僕がモンゴルマンになるという、 そういうこと。あれモンゴルマン本当インチキだったよ ね、 インチキですよね。あれ全部持ってかれた、まあ、ラジオ聞いてるだけの人にどこまで伝わってるかどうか分かんないんですけど、うんうん、あれはやっぱ仮面やったらね、うん、誰でもちょっと笑うわっていう ね、あえてそれ一つしかしないっていうね、うん、やりたいマスク系ね、あれ欲しいよね、はい、モンゴルマン。じゃあハロウィンだからいつか、ね、やりましょう。なるほどね、どうか考えましょうか、うん、はい、という感じですかね。はい、うん、はい、ありがとうございます。あっという間だ、51回で今日で52回目の放送ということで、うん、ちょっとメールが、はい、たくさん届いてるので、ありがとうございます。はい、じゃあそちらを紹介していきましょう、はい、ラジオネーム、ヌメロ金瀬さんから、カンナさん、ヤさん、ゆうこさん、ヌメロ金瀬なりということでありがとうございます。ありがとうございます。ゆうこさん、 OBP 那覇大綱引き祭りのステージお疲れ様でした。ありがとうございます。ゆうこさんとは舞台の時に一度しか顔合わせてないので、俺の名前と顔が一致しないだろうと思ってましたら、出てくる気配なし、うん、そしたら舞台で見たしツイッターでフォローしているココナさん、マリンさんがいたからココナさんの挨拶できましたと、はい、怖がらせてないか心配ではあります、見た目はどう思ったか知らないけれど、耳を食いちぎったりサーベルとかフォーク、ブルーロープの拒否攻撃はしないからさ、カンナさんに聞いてくれれば、ちょっちょわかると思うので、また今度挨拶しますということで、ありがとうございます、はい、見に来てくれてたんですね。はい、うん、優しい方です、うん、本当に気も、うん、ね、使っていただきます、本当に。ぜひまた来てください、イベントにも、はい、ヌメロ金瀬さん、はい、覚えてください。でディスカスさん、はい、うん、はい、ありがとうございます、こんばんは、はじめましてと、はい、こっちでは初めましてなんですね、はい、スポーツローカルでは元日ハム怪人シリーズのラジオネームで頑張りメールしてたものです。なるほど、そうか、イースラーですとかやってたんですよあ、なるほどなるほど、はいはい、時間帯の関係で聞けなくなったけど FM 機能マンならまたメール送れるな、またちょいちょい参加しますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこちらはラジオネームはのりさんですね。はい、のりさん、1周年おめでとうございます。ありがとうございます。最近聞き始めたんですが、火曜日の楽しみにさせていただいております。カンナさんは、スポーツジャーナルでしか聞いたことがないのですがしっかり間違ってるな、多種多様な知識とかが好きで時間があったら聞いてます。ありがとうございます。ゆうこさんは私2016年の1月、はい、イトマンでパフォーマンスをした時に知りました、はい、最近ツイッターとかで知ってイベントに行くようにしています。仕事の兼ね合いなどもあまり行けてないんですが応援してますよ。で、イヤさん、よくわからないのでこれから好きになります。あ、3人の彩りが綺麗に反映させるギノガルフ、これからも楽しみにしていますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。もう一つだけ行きましょう、はい、ラジオネーム進撃のめいちゃん、今仕事が終わりました、めいちゃんです、うん、まず今週はリエージュしすぎました、あ、大綱引き祭りでね、楽しんで、うん、なるほど。そしてギノガルフ1周年おめでとうございます。ありがとうございます。最初カンナさんが FM ギノマンで番組を持つことに衝撃で手が震えたことを覚えています。1周年を迎えて、まず最初は公開生放送とかオフ会とかイベント的なことやってほしいな。あ、なるほどな、はい、なるほどね、毎日ギノガルフ便に、上記している機長さんにも会いたいです、うん、もういますからね、はい、いますよ、セットでいますからね、毎週いますからね、毎週もね、はい、でも、うん、本当公開生放送ですから ね、はい、では楽しく聞いてますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃあ一旦ここで CM いきましょうか。ギノガルフ、もうちょいです、もうちょい。あのクッキーって袋で分かれてるの全部1個だっけ？多分袋で分かれてると思います。分かれてる？はい、自分も買った。多分袋で、あ、分かれてます。いやいや、俺ら3人は食えるけど、キャン君、いいんか？うん、分かれてます。開けよう、開けよう、はい。2年目はじゃあ、あれする、ちょっとあれする、メールの、メールちょっと強化する、メール強化タイプ、うん、好きなの、好きなの、ありがとうございます、はい、もういくつか取って、いくつか取って、毎週言っちゃうともうこうなるから、ありがとうございます、からね、ん、毎週一応コーナー変えてるさ、今、うん、まあ、それはそれでいいと思うんで、ちょっとメールを喋ったりとかする、なんか一週、俺たちって1週間の話するさね、うん、メールで1回、そのリスナーの1週間の話をする、あ、なるほど、じゃあもう毎回できる、うん、一応そうね、いやだからまあ月に1回ぐらいはそういう週があってもいいよね、うん、最初はグー、じゃんけんパー、あ、グーだ最初はグー、じゃんけんパー、あ、グーだ
あ、グーだ。いや、そんなのやめてくれないから。ギノガルフ。ギノガルフ。この番組は、石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業の提供でお送りしました。さあ、ということで、時間ぴったりエンディング始まりました。さすが。イエーイ。カンナさん、やっぱり持ってますね、腕。持ってますね。腕持ってますね、やっぱり。さすがっすね。でも、あれですね、やっぱこんだけいろんな方から、ね、はい、おめでとうっていう話も、ね、いただきまして、ありがたいですね。ありがとうございます。ね、もう一つ、はい、メッセージ来てたんで、いきます。ドクロのピアスさん、カンナさん、ユコさん、チェイミさん、こんばんは。こんばんは。私とギノガルフ。はい、私、ドクロのピアス、カンナクニヒロという一人の野郎に見せられ、ギノガルフを聞き始めたわけ、ドスカラスですが、つうか俺ラジオの公開放送で、長いな長いな、ちょっと今のは心の中にしまっとけ、うん、今のコメント読むよじゃあ、うん、ラジオの公開放送でちえみさんと会った時、旦那ですってヤハさん紹介され、一回会ってんじゃんと思い親近感が湧き、ゆうこちゃんとは、この間ライブ前に祭り会場をカッポしてるの後ろから見て、ね、うん、細っ細いなって感じたのを、一昨日の前の日のように思い出します、うん、合ってますよ、はい、これからも火曜9時はギノガルフと言われる楽しい番組期待しておりもまさお、それではさよならさよならさよなら、いつかギャラリー行きますねっていうこと。いや、ぜひぜひ来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しい、ね、ありがたいことです ね。さあ、じゃあちょっと告知お知らせ、はい、ゆうこ行きますか。今週の日曜日、15日の日曜日にですね、久しぶりに国際通りで定期イベントを行います。この日はちょっと早いんですけど、ディニー&インディーの、まあ、ハロウィンイベントをやろうということで、OBP とあとダンスチーム、インプロチームもみんなで仮装してイベントを行いますので、ぜひ見に来てください。場所が D 国際プラスという牧師にあるスムージーカフェで行います。で、この日は室内で行います。16時からです。ぜひ皆さん、コスプレの私たちに会いに来てください。待ってます。はい、そして僕はですね、はい、今度の日曜日、これ新都心公園でですね、はい、沖縄弁護士会というチームでですね、ちょっとイベントがあるんですよ。そこの盛り上げタイで僕、マルバツクイズの司会などやりますので、なんか、いろいろ当たるみたいですよ。うん、商品券とか、うん。なので、まあ、お気軽にご家族でね、うん、遊びに来ていただければと思います。まあ、身近に感じてほしいということですね。さあ、ということで1年振り返りましたが、伊波さんどうでしたか？いやー、本当にね。うん、いや、また2年目も楽しくやっていきましょう、もうこんな、はい、こんな感じで、いいですね、ゆるーく楽しく、うん、4本ね、飲んだの、今日ね、今日4本飲みましたね、はい、いうことでしたか。いや、楽しくできたので、2年目もなんか、逆にもっとトイレの話とか、うん、で、また盛り上げる、なんか、あるよねっていうあるあるを見つけたいと思いました、今。ね、いいタイミングでまたいいもの見つけていきたいですね。はい、僕もこれからもまた、相変わらずね、我々さんにやっていきますんで、はい、よろしくお付き合いください。というところで、お時間です。ギノガルフ。お相手は、神田邦弘と、伊波優作と、OBP 沖縄美少女プロジェクトの優子でした。また来週火曜夜9時にお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。バイバイ。足こいた、足こいた。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。ツイキャスの皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあドクロのピアス、いや、チーミさんってたくさん出てきたから行ったんだよ。ああ、そう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 、全然。はい、ということで、どうもこれからまたよろしくお願いしま す, します。ありがとうございました。ユースの皆さんもどうもありがとうございました。ではでは。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、これからもよろしくね。よろしくお願いします。